アッシュレディオ。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。部活動ですか。ほう。そうだ。まるでゴルフ部は変わらず普通にランチ取りに行きました。マキ今どれぐらい回るの？100ぐらい。わあ、いいね。100ぐらい。で大阪で95とか。マジ？で奇跡が起きてベストスコアは92です。すごっ。はい、奇跡です。すごい。はい、もうやっぱり前半ちゃんとまとまると後半めっちゃ集中しますね。なるほどね。本気になる。ゴルフ最近ヘッド切ってないな、まあ、あとは野球部、うん、は活動が決まりましたね。次の何？飲み会です。野球部あれなんか野間が部長ってのがいいよね。いいっすね。いっちゃん意識低い。なんか目標だけ甲子園行くぞって言ってとりあえず飲み会に行きましょうっつって。それこそなんか来年の甲子園を目標にして、うん、で来年の甲子園を みんなで見に行くっていうことを目標にして誰やった活動してる。確かに出場したって。そう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 。めっちゃ怖いですよ、うん、そのためにユニフォーム作ってどこを応援するの。まあそれで関東代表をね応援してビーツとして。野球観戦とかいいですね。ね、野球観戦ってなぜか意識が低くないですか。酒を飲むからなのかな。いや、あれってなんかビールを頼まずにはいられなくない。うん、うん、僕あれってあの売り子の問題じゃないと思うんだよ、ね、うん、だって売り子じゃなくても多分飲みますもん、はあ、うん、おじさんのビールでも全然飲むよ、ね。まあ夏なのと暑いのとじゃないですか。なんか意外と非日常感があるんだよね。うん、でかいっすね。球場行くとなんかでかって思いますね。ね、球場が。でもそれをさ、うん、もう行くとしてもさ、1年に1回行くか行かないかじゃん。そうっすね。野球観戦なんか、うん。でもあれがさ、毎日満員になってるってすごくない？確かに。それはプロ野球選手が一番稼ぎますね。ね。すごいわ。昔のさ、J リーグのさ、映像とかさ、はい、もう誰も入ってないよ、サンドに。入ってない。今の方がすごいっすよ、ね。幸せな話だね。そんなみんなが見てる前でピッチに出るなんていうね、うん、だそういう観点で最近 のマッチョコンテストがすごいじゃん。確かに応援というか、うん、勘違いしちゃいますね、うん、いや本当にそれ思うよね、うん、でまあ来てくれなくてもこうね SNS で応援してくれたりとか。そう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 、なんか応援したくなっちゃいますし、うん、でもあれ結構な参加費がいるらしいですよね。2万ぐらい。いやそれは払うでしょ。ああ、いや普通はおかしいと思って、プロ野球選手だったら打席に立つのにお金が必要だってみたいな話でしょ、うん、普通はおかしいんだけど、あの仕組みだったらやっぱ成立するよね、うん、なんか需要と供給がすごくちょうどいいというか、うん、すごいな。もう無理だもんな。なんか人生でステージの前に立つ、ステージに立つってのもそうだけど、うん、人生でやっぱりなんか自分がチヤホヤされるっていうことって、うん、普通ないじゃん。ない。やっぱそこなんだよね。なるほど。マッチョはだから慣れますもん、うん、だからなんかそのチヤホヤ、うん、チヤホヤの間口を広げたっていう感じだよね、うん。でもなんかすごいなと思ったのは、もうあれを手段にしてて大会に出ることを、うん、あれに出るって言わないと僕ちょっと痩せれないんで出るんですよみたいな人がいたんですよ。すごい。レベルがちょっとレベル違う、ね、はい、そっちの方がリスペクト。じゃあ僕とマキで出る。いや絶対嫌絶対嫌だ。仕上がりきってない感じで出る。アート。逆にこっちの方がいいだろうね。スーツ着て出る。
対嫌だな。ビーツも結構出てましたね。すごいよね、この夏。卒業生もいたしね。それで卒業していくっていう。あ、俊太郎も出るんで。すごいよね。それ僕行かない、行くんで。いつなの？9月11日とか。なんかさ、あれさ、東京大会とかいろいろあるんじゃない？あいつ静岡なんですよ。あ、そうなんだ。はい。僕はもう旅行のつもりで行きます。なるほどね。はい。静岡って言っても東側と西側で大バレがあるじゃん。うん。どこに？全然知らないです。まあ、静岡市じゃないですか。わかんない、静岡。静岡って多分通過したけど降りたことない駅ナンバーワン。でも静岡って起業家が多いらしいです、ビジネスマンが多いらしいです、その当時昔のどういうこと？なんか松下幸之助とかその時代の人たち。言っても東京の方が多いでしょ。いや、わかんないですけど。地方行きたいですね。地方マン。いや、やっぱ地方に答えがあるんだよな、どう考えても。うん。いや、福岡にやっぱ行きたいな。福岡ね。はい。福岡もいいけど、福岡結構もう知らせ尽くしてるからな。なんかアテンドする側としては面白いよね。そうなるともう宮崎をめちゃめちゃアテンドしたい。でなんかビーツ出しますってなったら福岡がいいな。大阪飛ばして。はい。なんで？なんでだろう。大阪よりなんか花がある。やっぱ大阪怖いっすね。そうなの。うん。鼻息が荒いっすね。ああ。福岡なんかもうちょっとこう。穏やか。なるほどね。まあ僕が地元ってのもあるんですけど。確かに。うん。なんか福岡でテストマーケティングするみたいな話もあるしね、よく。あ、そうなんですね。そう、なんか福岡ってテストマーケティングにすごく優れていて、へえ。なんかいろんな企業とかがなんかちょっとやってみようみたいなのだと、なんか天神とか博多とかにちょっとサンプリングして売れるかどうかを試すみたいな。そうなんだ。なんかよく言うけどね、福岡のテストマーケ。天神とかいいっすね。まあ、全然あれだけどね。あとはなんか実際に街を歩いてみて人がどれくらいいるのかって結構大事で、うん、やっぱマキと札幌も行ったじゃん。札幌行きましたね。で、名古屋も行ったじゃん。行きましたね。大阪も行ったでしょ、うん、福岡行った。福岡僕とは行ってます。なんかそれで言うと、札幌結構人いるじゃん。いる。すすきのだけどね。うん。で、大阪も、いや大阪めっちゃいましたよ。いるじゃん、うん、で、それに比べると名古屋ビビるぐらいいないじゃん。名古屋いないっていう、なんかその肌感覚がすごく大事で、はいはい、なんかいるじゃん、だってあそこにお客さんがっていう、なんかその、うん、お客さんになるであろうマーケットがなんか名古屋って見えないよね。確かに。いるんだろうけど、うん、でもどこにいるの。確かに確かに。っていうのがあるよね。うん。日中の昼間とか歩いてみたいですけどね、ちゃんと。でも夜にいないっていう時点でなんかちょっと怖くない？まあまあ確かに。何してんだっけ。お金使わないで家に帰るのかって話だ。まあそうなんじゃないですか。みんなあとは出歩くのが怖いとかさ。うん。福岡も盛り上がってますけどね。ああ、僕今年行きましたけど、天神、中洲、ああ、の中の肉うどん、肉うどんみたいなとこ、川端の方、そう、ああ、めっちゃ並んでました夜中に、あそこはもう僕が好きなだけある、僕のサインが飾ってある唯一の印象だよ、なぜか。天神はありだね。天神いいっすね。ビーツ天神。地下街。地下街。天神って地下街が有名じゃないですか。そうなの。はい。天神ってあのアップルストアの方だよ。
うん、地下街がある。へえー、そうなの。札幌みたいに。へえー、札幌、札幌、あ、ただこのまたちょっとトリッキーなマーケティング、マーケティングで言うと、はい、札幌とかだと駐車場がないと成立しない気がしてて。なるほど、まあそうですね、確かに確かに。でも駐車場ってことを考えなったらちょっと札幌隙間から遠くてもいいんじゃない。うん、まあでも別に遠くなくてもいいんじゃないですか。いや遠くなくてもいい、遠くした方が家賃安いじゃん。でも知れてんじゃないですか札幌。いやでも知れてんだろうなとは思ってるとかあとは最近思ってるのは、うん、なんかあのホテルあるじゃん、うん、ホテルの改装のタイミングとかに、うん、こうたどり着いて、うん、ちょっとうちが改装しますよって言ってパーンと入るっていうビーツが。なるほど、改装のタイミングでビーツを入れる。いや結構さ東京とかにもさボロいホテルあるじゃん。はいはいはい。でそのホテルのなんか2階に大浴場があるんだけどなんかもう終わってるみたいな。はいはい。そこをえぐいリブランディングする。あ、なるほどね。でなんかホテルなんとかインみたいなところの2階だけビーツみたいな、はいはい、うん、なるほどなるほど。でもラウンジとして。違う違う、サウナ。ああ、自分のサウナ。そう、いや、なんならもうサウナだけど。はいはい。あ、いいっすね。ホテル向けにそのサウナだけぶち込む。うん、めっちゃいいっすね。確かになんかビジネスホテルの方がなんかいいっすね。うん、ビジネスホテルになんかサウナあるだけでめっちゃ嬉しいっす。いや、そうなんだよ。それだけで泊まるかどうか決まるじゃん。決まる決まる。っていう営業するだけ。うん、大浴場はあるけどサウナはないみたいなパターンめっちゃありますから。そう。でぶっちゃけもう大浴場いらないっすよ確かに水風呂あればいいよ。そう、それめっちゃありですね。っていうことのためにビーツがまずちょっと本社を作って、うん、ちゃんとした、はい、でそこは、サウナとパワーラックと水風呂が置いてある、うん、はいはい、オフィスを作って、うん、で、サウナ筋トレして、うん、走り込みしてサウナ入って、うん、水風呂入って、うん、うわー整いましたねっつってガン起きてミーティングが始まる。うわ、めっちゃいいじゃないですかそれ。っていうのを代官山のあのアシエンド・デル・シエロの、はいはい、あのあのビル5階ぐらいでやる。なるほど、景色がいいですか。ありがとうございました。